はい、バンショー。本日は南淡路に来ております。こちらの南淡路の海ではどんな生き物がいてるかご紹介します。こちら海の中はですね、海藻がうっそうと茂っているんですが、その海藻をですね、適当に網ですくってみます。そうするとですよ、ほら見てください、こちらね、魚がすぐ取れます。これカサゴですね、きっとね。そう、簡単にね、こんな風に、ね、取れちゃうんですよ。2匹もいてます。もう一回ちょっとやってみますね。さあ今度は何が取れるか。ちょっとね、大きい魚が取れました。カサゴではないですけども、少しね、大きい魚がいてます。手がしわくちゃすぎますけどね、おじいさんみたいになってます。こちらの魚は何ですかね。可愛らしい魚ですけども。そして海の中にはこういったね、網やネットがね、いっぱいね、こうぶら下がってたりするんですよね。そういったところにはね、いろんな生き物が大体いてるんですよ。ほら皆さん分かります、こちらカニ、カニなんですよ。美味しそうなカニがいてますよね。まあこのカニには逃げられたんですけども。こちらはカワハギですね。ぴょこん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 泳いでます。そしてこちらでね、何が泳いでるか分かりますか。これまとまってね、動いてるんですけど、はい、取れました。これね、ゴンズイです。多分ゴンズイですよ ね。刺されるとね、すごい痛かったりするので、皆さん気をつけてくださいね。で、極めつけがこちら。ペットボトルが落ちてたんですけども、その中にですね、タコがね、入ってたんですよ。実はほら、うにょ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 うって。はい、で今回取れた魚たちがこちらですね。すごいでしょ、あのね、網でこんだけ取れたんですよ。すごいです、わっさーってなってますけども、これをちゃんと海に返してあげます。さあ本日は自然豊かな淡路島の海をご紹介させてもらいました。綺麗ですよね、夕日が。ありがとう淡路島、ビバ淡路島、また会う日まで。グッドボンシュー。